トゥーヒエンバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテルフランケン行政管区のフィルト軍に属す、町村である。この町は、オーバーミヒエルバッハ・トゥーヒエンバッハ行政共同体に、加盟している。この町は、フィルト軍で、最も人口の少ない町である。この町は、フィルトの西約15キロメートルに位置している。主有であるトゥーヒエンバッハの他に、地区はない。 隣接する市町村は、オーバーミヒエルバッハ、ファイツブロン、プッシェンドルフ、ヘルツオンゲンアウラハである。行政上の自治体トゥーヒエンバッハは、主有のみで構成されている。この集落は、1284年に、トゥーシャンバックという表記で、初めて文献に記録されている。この地名は、同盟の川の名前に由来する。この規定語は、おそらく人名、土張を表している。 18世紀末頃、トゥーヒエンバッハには31個があった。重罪裁判所や、集落の行政は、ブランデンブルクアンスワッハ編協博、ランゲンツェン大官所が管轄した。土地所有者は、ブランデンブルク編協博のカステンアムトカドルツブルク、バンベルク市教領のアムトヘルツォーゲンアウラハ、ランゲンツェン病院、帝国都市ニュルンベルクのランデスアルモーゼンアムト、セイクララ修道院。 シュピタルアムとニュルンベルクの貴族、ショイルル家があった。トゥーヒエンバッハを含むアンスバッハ辺境白領は、1792年にプロイセンの1806年にバイエルン王国の一部となった。市町村令に伴い、1808年にトゥーヒエンバッハは、シュトイアーディストリクトファイツブロンに組み込まれた。同じ年にルーラルゲマインでトゥーヒエンバッハが創設され、 レッツェルフェムバッハに属した。この村は行政及び司法はカドルツブルク地方裁判所、財務行政はレントアムとカドルツブルクの会に置かれた。裁判管轄権は1872年にフィルト地方裁判所に移管され、1880年からはフィルト区裁判所の管轄下に置かれた。財務行政は1870年からフィルト財務局、 フュルトと解明されたに遺憾された。1961年のこの町の面積は10.259平方キロメートルであった。1980年1月1日、住民調査の結果に基づき、当時人口約350人のレッツェルフェムバッハ、地区がファイツブロンに遺憾された。トゥーヒエンバッハの町役場トゥーヒエンバッハの町議会は12人の議員で構成されている。 レオンハルトエーダーは2002年3月3日の選挙で61.8%の支持票を獲得して県民の町長に選出された。2008年3月2日と2014年3月16日の選挙でもそれぞれ再選された。ズ柄、ガラ、長部は銀色と黒で4分割。その下の主部は青字。銀色の斜め破体とそれに被せて斜めに配置された金の比。 キルヒバイフは、毎年キリスト商店の祝日からその次の月曜日まで開催される。アウトバーン A3 号線が約 7km 北東を通っている。軍道会 U8、E13 は、北西側はイフェンに、南東側はファイツブロンに通じている。町村連絡道がブルクシュタルへ、プッシェンドルフへ、オーバーミヒエルバッハへ、また、会 U7 と交差して、 レッツェルフェムバッハへ向かう。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。